宮代音です。今回はこの助手席のトイレの、レビューをお伝えします。ちょっと前にこの助手席トイレを作成しました。で、今はこういう感じで助手席のトイレに座ってお話をしています。で、まあ先に結果から言ってしまうと、あってよかったと思います。場所がね、狭いので自宅のトイレほど快適には使えないんですけれども、まあ、トイレがあることでね、かなり便利に使えるなということが分かりました。ちょっと実践してやってみたいと思います。まあ本当にはやらないですけど。はい、今一連の流れを見てもらいました。まあ、実際に用は足してはいないんですが、だいたいこんな感じでトイレを行っています。で、このトイレを設置してから、車中泊をもう2回ぐらい行っています。で、その中で感じたこととしては、ズボンはこのリビングの方で脱いでパンツだけになってトイレに挑むというのが一番良いと感じています。というのもね、ここまあ狭いので、このカーテンがあることで余計に狭くなってしまうので、ここでもうズボンを下ろしたりとか余計な所作がなくなるのでやりやすいかなと感じています。実際はね、やり終わった後に水で流して凝固剤入れて消臭スプレーを吹いた後にはもうほとんど、匂いはしなくなります。ただね、やっぱり大きい方をやっている最中は匂いが上がってきますね。もうこれだけはね、どうしようもないかなと思っています。最初この便器の稼働しない部分にダクトホースみたいなものをつけて、上の方に換気扇をつけて匂いを吸い出そうかなとも考えたんですけれども、まあそこまですることもないかなっていうぐらいの匂いですね。もうやってしまった後であればほとんど匂いは感じないのと、この蓋を閉めてしまうことでほぼ匂いは上がってきません。で、ショーの方は、まあ、男であればこう普通立ってやりたいんですけれども、このスペースなので立つ余裕がないんですよね。なのでやはり台をする時と同じように便器に普通にこう座って、竿を下に向けて、やるような感じでやっています。もうね、ショーについてはだいぶ回数をこなしています。車中泊する場所によると思うんですが、最近出した、車中泊の動画ではあえてトイレが汚いところを選んで車中泊を行いました。もう公衆トイレは使わないぞという気持ちで、挑んでいます。
まあなるべくならね普通の公衆トイレを使用したいと考えています。まあ、これ使った後はね匂いはしないんですけれども、ビニール袋の口を縛って燃えるゴミで出して、それで一つパンが完了になるので若干後々の処理がめんどくさいんですよね。なので、まあ、できることなら、普通の公衆トイレを使用することを基本としたいと思うんですが、例えば公衆トイレが汚いところであったりとか、お尻の洗浄機能がついていなかったり、あとは大雨とか、天候が悪い時ですね、外に出たくない時、そういう時にはこの車載トイレを活用したいと思っています。ここに積んでいる10リットルのタンクが、半分ぐらいに減っていたので、まあ、大体4リットルぐらいは使っているんじゃないのかなと思いました。まあね、私が車中泊をする時っていうのはほぼというよりも 100% 私しか行わないので、パンツ1枚で、トイレに向かうこととかそういうことは全然苦にはなりません。まあ、当然ね、誰かに見られるようなことはないように、カーテンは全部閉めて外からは覗けないようにはしてあります。まあ、この助手席トイレはね作って本当に良かったなと感じている設備の一つです。はい、以上車載トイレのレビューでした。ご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。